前だ。トリクス、これが俺自慢のキムチ鍋でございます。こんな風になっております。キムチ鍋出来合いじゃねえか。そうですよ。あとこの中華そばな。これです、中華そば。あら、いいじゃないですか。あとはもうこれをね、かけるだけでいいんで。豆腐とかも入ってますね。あと、スーパードライな。なんかあれっすね、これ。カリンクなるやろ。大丈夫やろ。コラーゲン、ペプチド、あえもののスープ。すごい。で、これも入れとくんか。どっからでも開くことができます。キムチスープですね。混ざってないけど、かまん。まあ野菜から出るんでしょう。あとはこの豆腐も、肉か、先肉か。豚肉になります。豚肉入れ、で豆腐をぶち込むと。おい、豆腐、お、出た。来ました。あとはこれをかけて火にかけるだけで出来上がりますと。またお待ちください。勝手にできます。おお、前これあれやで、肉が張り付きおるで。お、張り付いた、張り付いた肉が。え、最悪。しかもキムチのスープも全然絡んでないし、豆腐も切れてねえし。え、やばくね、これ。弱火にしろ。もう無理よ、弱火とか。あ、焦げた。もう肉は完全に焦げたわ、これ。ここの張り付いた肉は。豆腐もうちょい沈めたいな。スープも馴染んでない。そしてこっちばっかりキムチ色。まあ大丈夫でしょう。
弱火弱火な。弱すぎ、逆に弱すぎ。ああ崩れる、豆腐がボロボロに。全然グツグツ言わない。やっぱ最初はこう一気にいった方がええんやって。みんなやないとできんやろ。豆腐もうちょい沈めたんやけどな。熱っ。それでもう弱火ぐらいにしたらいいんじゃない？ちょっと野菜分も出てきたし、あいいかも。豆腐も沈んできた。あええんちゃいますの。見てください俺肉とか、もうまあまあもうええ感じやで。スープも増えてきた。野菜から出てるんだこれ、汁気が。グツグツ。なんならスープも入れたいもんな、あの麺とか。もう食おうで。いや待て待て、まだだろまだだろ。もうちょいしゅんなりしてきた方がいいだろう。これ白菜とかまだ硬いですよこれ。やっぱ鍋よね。わあ。っていうかこれお前どうやって食ったらええんと。俺あれ持ってくるか。俺のあれ持ってくるか。しょうがねえな。Y 印のダイソーで買ってきた鍋の底敷き。
これをこのテーブルのとこ置いたら、ね、鍋も置けると。わいわいわいのやでって。これでこうやってこれをこのこうしてこっちに持ってきて熱々で食べれるっていう寸法ですわ。もうやめろ。いやいけるって。俺ようやるよし、うどんとかで。そんな芸当は無理じゃないんだな、残念ながら。もう食っていいですか、食べちゃっていいですか。もう出来上がっとるやろこれ。もうええよな、かまん。いいぞ、いけ。わかった。じゃあいただきます。うん、うん、あちょ、うん、うまい。しかし何だろうこれ、あんま混ざってないけんか。キムチ鍋というよりかはなんか薄いんだが、赤いペーストが混ざってないのか。いいよねこれ。豚肉はちょっと残しときたいな。しかし麺入れた時の、確かにキムチを入れたらもうちょいシャキッとするかも。そう見せろ。いやもう大体分かったやろさっきので。温まるね。豆腐がいいね。うん。コンロ。中華そば置いとったるかな。溶ける。もう冷めとるやろこれ。熱っ。
汁あるある大丈夫。全然残ってる。むしろちょうどええぐらい。辛いもん食えなくなった。俺も何やろ、すごい豆腐が優しい。絹やねこれ。木綿じゃないね。絹の優しさ。豆腐も一個ぐらい残しとった方が麺に絡むか。うん、どうなんだい、どっちなんだい。キュよっしゃ、行きますわ。はい。あとは麺を入れて煮立てるだけの簡単な作業になります。水槽これ、めっちゃ水槽。でも中華あれやけな、粉はないけん、生麺タイプだから大丈夫だろう。あーすごい、3本目。あーざっす、うまそう、うまそう。これ最後の一滴まで行くで、これ行くとこまで行っちゃうぞバカ野郎。スープがちょっと少なそう。しかし豆腐もボロボロになっていい味を出しておる。おぼろ豆腐になっておる。で肉もあるし、いいんちゃうこれ。火弱めろ。こんなもんか。ことすぎひん。じっくりやれ、はい、ネギ垂らしたいな。パララッと見てこれ、これ豚肉ですよ発掘された、ほらこの大容量豚肉、嬉しいね。もう食えるやろ、もうええかな。確かに
か。もう大丈夫？行っちゃっていいっすか？行け！了解した。よし。うん、うまい。なんだろう、辛さが増しとる。うまい、うまい、熱い。フードファイター。スープがまた。プリプリ。プリ豚。これでいい。いや、これがいい。セブン、いや、ファミマ。夜型生活長いだけあるよ。せやろ、俺もう何年やろ。ファミマっていうかな、あのこのファミマはちょっと特殊やけん、普通のファミマではこんなん売ってないで。ワインとこの JA の後釜に入ったファミマやけんこんなの売ってるんやで。まあ基本的にスーパーが売っとるようなもんですよね、これ。普通のハイファーにこんなキムチ鍋置いてねえから。ハフハフ。こんな中華鍋、中華麺とかも売ってねえから。普通のハイマー。愛媛だけずるいって。スーパーに行ってね。スーパーやったらもっとええの、リオルで。もつ鍋とか。売ってない。まあ俺の知る限り、あの最寄りのファミマでは絶対売ってないな、あの中華麺は。でもそこのなファミマには、伊予インターの前のファミマには売ってんだわこれ。普通のコンビニよりクソひどいってん。産地直送の野菜とかも売りようやぞ、私が作りましたみたいな。玉ねぎとか
たネギとか。もやしまであってね。もやしなんかも余裕よ。ていうかもやしはどこのコンビニでも売っとる。これはコンビニじゃない。コンビニでーすって。一回調べてみてね。今日誕生日を迎える俺に何かしたこと。おめでとう。誕生日おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。よかったな、みんなが祝ってくれると優しいね。これで嘘とか言われたら冷めるよな。ワイダーごめんって。しょんぼりするわ。いや、嬉しがっとるけん大丈夫や。初の味噌塩。30歳か。若いね。人生まだまだこれからやんけ。頑張るやで。そう、若すぎて草。13した。それはまああれじゃねえか。消防に入った頃俺成人してるじゃねえか。辛いな。あとこんぐらい。なんやろ、けー麻婆豆腐みたいになってる。うまい。豆腐がホロホロになって麻婆ラーメンみたい。
24でお先真っ暗。真っ暗じゃないよ。真っ暗って思ってるから真っ暗なんだろう。俺の24だって真っ暗やったよ。なんなら。でもそっから頑張れるのは君次第でしょうっていう話でしょう。今ではペカってる。いいこと言うじゃん。配信者になってみたら。いや、配信者はやめた方がええで、本当に。俺が言ってやる。配信だけしょってもどうにもならんから、仕事はしないとダメですよ。病んでくるで。二重生活みたいな感じにした方がええで。それ一本でやるんやったら本当にもうその気概がないと無理やで。こんなん片手間の趣味みたいな感じでやるよりけん長続きするだけで、実際問題やり続けたら破綻するで。精神が崩壊する。兄貴はって、あいつはもう長年の経験があるけん、どうにかなったやろ。強靭とは言わんけども、いや、ごちそうさまでした。ホックブレス。さて、とりあえず掃除するか。先に片付けとくか。俺も明日な、歯医者があるけんな。そんな遅くまでできねえんだわな、俺。そして、あったまったやろって。11時には起きたいけんな。ということは、こんだけ酒も飲んだことも考えたら、8時間半は寝たいわけさ。まあ、多く見積もって9時間は寝るな、これ。ということは、11時に起きるって考えたら、寝る前は何時になるんですかって。2時か。2時までやな。俺がええきりやろ。1時間でやろう。いや、俺まあまあ飲んどるけん、これ。スーパードライの500缶2本と、チューハイ2本飲んでるからな。酒はちゃんと抜かんといかんから。仕事もあるしな。ドタキャンに定評ある歯医者って。今日早かったしな、そうそう。何時？もうあれ、7時ぐらいにはやりよったやろ。だけん、ここのタルタロスを降りるぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうか。ちょっと片付けてきますわ。まず。これはね、もうあのアルミ缶、ぷいってやったらいいだけなんで。で、煩わすこともないし。置くだけっていうか、もうこれ捨てるだけでいいんで。皿洗うっていうか、これアルミだから、これ使えるかもしれん。いや、これな、あの皿に使うん禁止って書いとるけん。再利用とかできんのやろ、これ。知ってました？アルミ鍋って。待てよ。ああ、お腹が。これバリウム、バリウムなんか。